ニュージーランドバトヘミフィガノバエセーランディアエは、ハトの一種。ニュージーランドの固有種である。マオリ語では、ケレルーと呼ばれるが、ノースランド地方では、クークパクークーなどの名称でも呼ばれる。英名には、ウッドピジョンなどがあるが、同じクーウッドピジョンの名で呼ばれるモリバトとは、無関係である。東南アジアアアフリカニュージーランドに広く分布する、青バト赤に属する。 この赤は、果実、特に液化を主食とすることが特徴である。ニュージーランドバト族ヘミフィガは、ニュージーランド周辺とノーフォーク島に固有であるが、ラウル島からの本族に属する14世紀頃の骨が出土している。カピティ島の個体。頭部の羽毛は虹色である。51センチメートル650グラムと大型の鳥だが、チャタム諸島の個体は、さらに大きく、 55cm800g に達する。頭部から胸部、翼は紫の光沢のある緑色。胸の下側は白い。くちばしと足は赤。一般的には元足を含め3足を認める。そのうち HN スペーディシアは現在では絶滅しているが、羽の色や形態的特徴が異なっていた。もう一つの足。 HN チャチメンシスは、チャタム諸島に生息する亜種であるが、2001年にヘミフィがチャチメンシスとして分離された。ノースランド地方からスチュアート島まで広い範囲分布域を持ち、沿岸から山地まで様々な森林で見られた。ニオイシュロランの主要な種子散布者であった。一般的には、過食性である。ニュージーランドの鳥としては、 直径1センチメートルを超える大きな果実を丸ごと消費できる唯一の種である。タライレのような在来植物の種子の拡散に関わるため生態系の中でも重要な地位にある。果実があまり利用できない時期には葉も食べる。本種が最も好む葉は移入種であるスモモア族の葉である。繁殖は果実に依存しているが季節や地域、 果実の作強によって、その利用可能量は変化する。特に北島北部では、他のアオバト類と同様、クスノキカ、ヤシカのような熱帯由来の果実を利用するが、ゴンドワナ大陸の依存種であるマキカノミロ、プルムナピティーズフェルジニアやカヒカテアディクライカルプス、ドクリジオイズなどの果実も利用する。北島の北部は温暖であり十分な果実が利用できるため、 関羽の時期にあたる3から5月を除いては、終年繁殖する。樹上に、数本の小枝を束ねた簡易ナスを作り、1個の卵を、産む。卵は28-29日で孵化し、ヒナは、その後30から45日で巣立つ。絶滅した、スペイディシア・アシュエサをめぐる、競争のあるフクロギツネやクマネズミのほか、おジョや猫などの外来種による被害を受けている。 個体数は狩猟、生息地破壊、繁殖率の低下により減少している。1860年代頃まで、本種の個体数は非常に多く、欠実した樹木に大きな群れで集まり、餌を食べていた。狩猟規制は1864年から導入され、1921年には完全に保護されることが決定されたが、狩猟規制は完全でない部分がある。 マオリの中には伝統的な権利として本種の狩猟権を主張するグループもある。ありがとうございます。